んにちは。では、ルームトゥグローの B。遠いね。右にどんどん押していく人が必要で、す。でも上は一回だけしか押せないです。ここにあのサボテンを入れたくて、っていうのを、ふむ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 、こうだ、いいね。 OK、 C。 でかすぎないか、マップがものすごい広いな。どういう方針になるのかもわからない感じ。なるほど。左に手繰り寄せ、あ、違うな。ここでもできるんだ。下に1回なんだけど、これ右に持っていくことはできないもんね。今みたいな形を作れると嬉しいのだけど、ここでやろうとするとこれだけのステップが必要になってしまう。ここまでがマストになってしまう。でこの状態からだと、もうこれ以上現状右に持っていくことができないから、サボテンから外したものを左に一マスずらせるならいい。結構難しいことになるよね。サボテンから外すだと、ああダメか。左にずれるために右に一マス頭が出てくるから、なんか苦しいことになるんだね。いやー、どういう感じなんだろうな、これ。三方向で囲いを作るっていうやつがあると、あとはそれで誘導なんだけど、持ってきたい方向
左と下だから、左と下はこことここは絶対囲む、あ違うか、逆逆、左と下に誘導したいんだからこことここっていう壁が絶対欲しくて、最低限このパーツがサボテンにはまるように動けると嬉しい。だけど、下がもう入っちゃってるもんね。うん、うわーすごいな。この真ん中を使うっていうのはなんかいまいちな感じがしない？あーでもこれを、まあ、なんで上行ったんだろう。あーそっか、こう行かないと通れないからね。できた。おー、何あの上と下にある壁の出っ張りはフェイクなの？壁の出っ張りがフェイクだったのか？では、二人いて、上とか下とかがすごく豊富に隙間があるから、なんかこう逃がしていきたいんだろうなっていう、あれ？あ、ダメか。これもう一押しできてると嬉しかったのかな。なんだこれ。なんかこのステージの BGM、猪山ランドの曲みたいでいいですね。感じ、サボテンがこれをここまで押せてるとこう入ってきたら終わるんですけど、ここまで押すということはここに何かがある状態だから、これをどかさないと入れないのか。もう一回今の方針やってみようか。こうしてから、これを何とかできんのかと。この部分が2マス伸びてたらっていうのは最初の位置的にできないんだよね。これが2マス伸びててこう入ってきてこれを押すみたいなのもできなくも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 ない。ここまで来てから、あー蜂が邪魔だ。蜂がなければいけるんだ。蜂がなければいけるんだ。蜂がなければいけるんだけど、蜂がないとあそこまでサボテンを持ってけてない。本当かな。そうだよね。上が邪魔になっている。
一旦右に行ったものが、いやそんなスペースないだろう、多分下のサボテンをここまで押したいっていうステップがあって、で鉢をどかして、あまり見ないかなこれは。あ、できたできた。鉢を2つ下に落とすのが重要だっただけだ。さっきすごく惜しかったんだね。でも見えてなかった。5箇所あって2つはもう収まっています。真ん中のが最後に入るのだとして、すごくわからないステージだね。そういうことをやった後に戻れないのが痛いんですよね。一旦伸ばし、上に伸びちゃったものを下に下げる方法がないから、これを使ってもいいけど1回しか使えない。そうか、端はそういうルートを作ってもいけるのか。そうかって言ったけど何も分かってなかった。でも今のいい感じだと思うな。これができればこうだ。あ、面白、面白い、ボコ、面白い。 ABCDE の難易度すごくいいね。では上ルートが確か続きだったので上ルートに向かいます。ここから枝分かれして
どうすんだっけ、こっちの子が上に行けるようにして、こっちの子がこう、でこう、F だね。FGH。分かれる、そして。じゃあこれ、やりたいのは右のサボテンだけ動かしたいわけですが、サボテンがこう伸びてしまうと下のサボテンぶつかりますよねっていう問題があるので、下のサボテンにぶつからないぐらい距離を置いてから何かやるんだろうな。ギリギリまで行く。あっと。下に行かないとダメだから。ああでも。操作がよく分かんなくなるんだよな。何か意味があるだろうか、これ。サボテンにぶつからないように伸ばしきること、もしくはこっちに来た後でもう一回戻る方法とか、そういう、いやなくないかな。ここの壁を触るってことはもう下のルート全部サボテンで埋まってる状態だから戻るはないな。初期の動き方が難しい。こっちの子は直進でいいんですよね、多分。だよね。あ、ダメだったね。ダメだったね。そこで下に曲がる必要がなかった。いや、そんな、これは曲がらないといけないやつなんだよ。距離はこれで OK なんだけど、距離は OK なんだけどでしょう。もうちょっとひねりが欲しいわけね。
そこで下に下がらずに一つ手前で下がる、無理だよな。この時点で、まあ、無理だから、もう一段下げないといけないんじゃないかな。二段分下げとけばいいっていうやつじゃない？よくわかんないことになりました。上の子でこの下に来ちゃうとこうなっちゃうから、そこの出っ張りをなくしたいんですよね。だとすると下の子で入るなんだが、下の子で入るとサボテンをここに入れれば安全じゃん。しかも下の子は下の子でいけるじゃんっていうのを考えたかったんだけど、サボテンが入らないじゃんね。下の子でこれを作っちゃうと。上の子で作るとここに出っ張りができるし、下の子で入るとサボテンは出れない。だから、まだわかんない。まだよくわからない。二つ分押せるんだったらずれることはできる。下がこれだったら2マス伸びてる方がいい。今の形を作るんだったら下が2マス伸びてる方がいい。でも下が伸びる前にサボテンの中に入れないと良くないから伸ばせない。本当かな？こうか。こうか。うわあ、面白いなあ。面白いね。そうなる。そうなるっていう発見がある。サボテン二つ、二股の内側にあれがあるので、一個、二股になったら一個下に下がると、あのサボテンが下に行く。下に下がるなんだけど、これは、右に一つずれればいいんだ。
いや、これと別れられない。これだと、なんだっけ、ちょ、あ、あ、無理か。ここからスタートでよかったのかな。これで上の子がこう回ってきてて、っていう。あ、いけるか。いけないか。押す前に回り込もうかなと思ったんだけど、回り込むと、もうこれ以上左に押せないからな。こうしたものを、こうしたもの、あーあー、じゃあ、ダメなのか。そこを押しに行くルートにするとダメなのか。ダメなのか。こうなった後に、いや、じゃなくて、普通に頑張れない。あ、ちょ、操作がめちゃくちゃ。ダメか、絶対左に押すテクニック必要なのか、このステージって。そうだよね。左に押す方が優先されるべき。これは左に押した後に上に持っていける方法がないでしょう。なので上に押すために回り込むのはおかしいので、うわ、じゃあこれでよかったのかな。いや、よかったんじゃないか。よくないな、よくないな。
ダメだ、ゴールのイメージが湧いてないかな。左下のあの角行かずに、どうやって、ここの角をサボテンが曲がると、下や左に曲がっちゃった時点でその次のアクションに行かないんですよね。これが来る時に唯一可能なのはこれごと右に押すことで、それをするんだったらここがいらないから、いやでもこれを下に押す必要があって、下に押すんだったらこれが来るよりも先にこれを下に押し切っておく必要がありそう。これよりも優先するのはこいつ。いいんじゃない？で、上に上げて、こうからか。で、この子がこっち逃げてきて、スクロールして、こっちの子が上に上げて、これ全体をこっちに動く。あははは。面白い。いいパズル。いいパズル。いいパズルなんだよね、このゲーム。いいパズル多いんだよね。素晴らしいわ。二股になって、右の地区にあるサボテンを一つ上に上げよう。上に上げるためには、上に突っかかるものが必要なので、それは、ここか、ここです。頭は一人持ってきて、ここがここで突っかかるようにするし、しかも、ここを通ってるやつが必要。こういう形を作って、こう、みたいな。ここは通っちゃいけない。大きく下を通過する必要があるから、ここで、なんか方向性は見えたかな。見えなかったかな。スタート地点ここなんだよね。だから、いや、別にいいかな。こっちの首がめっちゃ下に伸びてきて、1、2、1、2、3、あ、ダメだ。あ、ダメだ。ここに入れようと思ってたんだよ。上でも良いんじゃないの？上でこう来て、ああ、そうか、逆だ。こう来て、逆。こうだよね。これを、ここがあって、こうでしょ。それは上から入ってもできるのか。こう入って、こうだから別に、あ、上は別にこれで完結じゃん。上でも、いい。なるほど。なるほどね。今のは見て分かった通り、ここですね。下に行くとすると鉢の位置がおかしい。
この子が、いやダメか、そこをそこを通、いやでも、いや一個下に下げられ、うわ一個下に下げろだと、ここで下ルート行くのが NG だな。こう回ってくると、だだ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 だ、なるほどね。下に下がってから、これだとでももう上下の移動が、いや上に行くことだったらまだできる。縦2がすごく嫌だね。ここの対策をなどうしますかっていうステージなんですよね。これを伸ばしたものを右に持ってったらぶつかるよねっていう、ここを通ったりするとぶつかるよね、ここを通るからこれは右に動かしてはいけないよね、でも右に動かさないとこっちの地形にはいけないんだよねとかっていう、いろんな要素が絡まっちまっておりますね。こういうピースが絶対必要になるんだけど、まあそりゃそうなんだけど、この形のまま右にスライドすることはダメだし、なんと下に下ろして、でも こいつが右に2マス行かないとどこにもたどり着けないんだから、ここまで下ろすっていうのは、スタート地点の8がここにいるから、縦4、こいつがここにいる限り下に下ろしても1なんですよね。で1下ろすとこれはここにぶつかるから、1以上下ろせる方法が欲しいんだけど、この8を上に上げる仕組みはこっちの島にはない。最終的には上に上がるなんだから、わかんないな。これは何も考えずにやっちゃったパターンだね。ここの出っ張りをもう一つずらせるならいいんだけど、ここがあるせいでそれは不可能なんでしょ。でここはスタート地点のこの L 字を出すために伸ばしてきてるから、ここを通らなければいいのか。ここを回避してからこっちに持ってきて、ちょっと待てよ、違う、でこうして、最初の鉢がはまるのかな、これここでがっつりだね。だけどもどうだろう、まだいけるかな。これがいったら、
あと上に上げるんだけど、もうここまで来るとガッツリガッツリですよ。この子はこっち側に来たい。で、今来れたので、一つ戻してもいいよね。もうむちゃくちゃだよ。これがなんで引っかかるかというと、ここか。これが伸ばしすぎ。でもこれがないとここまで伸びてなかった。一段奥に行くんだけど、最初の鉢の位置がこいつの居場所が良くない。これがなければこうなる。そうするとこう入った時にうまくいきそう。最初の鉢の位置はこれをどけるために今ここをこう開けたんだけど、そんな方法なくないか。この形は違うと思うんですよね。違うと思いますが、他の手が上に行った子がこう来るのはまあ比較的いいんですけど、こいつがいらないよねっていう話がずっとある。今のはこれならいけるか？これならいけるか？本当にほんのちょっとのことなんだよね。ここがギリギリの囲うんだったら広げればいい。は。OKOK。今回はここまでかな。次回は。この先？こっちかな？山脈エリアをクリアしたので、砂漠エリアに次回行きます。